おはようございます、いちきです。今日は山中湖にやってきました。前回のね、芦ノ湖でちょっと、厳しい結果だったんで、今回山中湖はゴールデンウィーク前、毎年放流してるんで、ちょっと今日は放流パーティーできたらちょっと癒されにね来たんですけど、いろんな釣り方でたくさんバス釣れたらなと思います。今日はエンジョイフィッシングでやっていこうと思います。行きましょう。さあ始めますか。とりあえずスピナーベイトからこのブレイク釣りをね、景色いいな、癒されるな、この景色だけでも。落ちてんのかな。ここだって4メーターあるから、もうちょい。すごい地形してるな。3.9、3.8。あ、魚が。なんだ。あの杭とかめっちゃついてそうだな。ちょっと行ってみよう。嘘、そんな食い方する？回収だったよ今。全然釣れた感じしなかったんだけど。回収だった。見てこの体型。ザ放流。
めっちゃ放流、かわいい。釣れました。イエーイ。ザ放流体系ポリッポリ。ずっとさボタムやってて回収しようと思ってバーって巻いたら途中でゴンって当たったから、ちょっと横の動きの方がいいかも。ちょっと次変えてみます。でも楽しい、かわいい。ザ放流です。はい、ありがとうございます。すごい、頭噛まれてるよ、傷入ってる。なんかね、難しい。ベロディ2バイトノーフィッシュ、ベロディ。あ、これかストラクチャーでしたわ。来たー、コーンって、すごいいい当たりだった今。すごい、これでもこれファイトの練習になるよね。キャッチの練習になります。やったー、久方ぶりのベロディフィッシュ、すごいいい当たりでした。シャローから引っ張ってきたら途中でいい感じにコンって入って、そのまま、うん、いいとこかかってる、うん、
ナイスでした。おい、かわいい、コロンコロンしてる、かわいい。え、ありがとうございます。お、いいね。え？嘘。めっちゃバスだと思った。フナもシャット食ってくるんだね。びっくりした。めっちゃゆっくり巻いてたらさ、すごいいい当たりだったから、で引かないし、あ、放流釣れたわって思ったらめっちゃフナやった。まあいっか。じゃあバスも釣れそうだから、ちょっと引き続きシャットでやってみる。お疲れ様でした。はい、今日はね、早上がりということで午前中10本ぐらい GoPro 途中から回さずに延長してたんですけども、まああの後もいろいろ連れて、そうでエンジョイできました。ありがとうございます。ということでね、癒されたんで、これから琵琶湖に行ってきます。次の動画もお楽しみということで、おじゃの。